ではですね、主体性、共同性、多様性の、まあ、志望理由書、自己推薦書、まあ、面接ですね、の活かし方の2回目ということになります。で前回のですね、第1回の方では、まあ、大学が求めている主体性、共同性、多様性、この言葉のですね、まあ、実際に意味ってどういうものなのかっていうところからスタートしました。でそれを正しく捉えた上で、要は関係性を考え、それを要はどういうふうに生かすのかというところのイメージ像をご説明していきました。今回はそのイメージ像を、まあ、実際にですね、志望理由書とか自己推薦書、面接に、まあ、置き換えてですね、どういう形で説明していくべきなのかというところを説明していこうと思います。はい。で、まあ、面接でですね、例えば、まあ、志望理由書とかいらないとかいうところもあると思うんですけれども、それでもですね、私、志望理由書を書くことをお勧めしています。でその、まあ、構成としてなぜそれが必要なのかというと、やっぱり、まあ、必ずですね、自分の将来像というものが必要になってくるからなんですね。なので、近い将来であれば大学に入ってから、遠い将来であれば大学を出てから、社会人になってから、何歳になってから、みたいな、まあ、将来像が必要になってくるんですね。で、これを、要は、自分が持つ主体性、自分の持つ共同性、自分の持つ多様性、こういったものをどのように生かしてきたのか、生かそうとしたのか、でそれによってどういう結果をもたらしたのか、でこれを要は将来像に向けて生かしていきたいのかということですね。こういった順番で要は説明をしていくことっていうのがまあ基本になってきますから、なのでこういうところはちょっとね、イメージをした上でこの後お話をしていこうというふうに思います。で主体性、共同性、多様性の関係性イメージ、これは前回もご説明しましたので簡単に説明しておくと、特にですね、私立の場合は主体性、共同性、多様性を要はまあ、まとめて書かなければいけないような形になっていくんですけども、国公立の場合の要項には主体性の評価という言葉がまあメインになっています。でこの主体性の評価っていうのが、まあ、前回の説明にもありましたけども、関係性でいうと一番大きな括りになります。グループの中で要は方向性が、まあ、方法が決まっていないものを自身の責任において決断し行動を起こすこと、グループを自分の要は、自分自身本人ですね、皆さんですよね、が要は率先して要は、決まった目標に向けてどのように、まあ、動かしていったのか、その中でどんな苦労があったのかみたいな話をしていくということなんですね。なので先ほど1個前のテーマから言うと、この全体の目標というのが最終的にエピソードの結果ということになります。でこの主体性を含む全体の要は流れですね、自分がどういうふうに動いていったのか、これがエピソードになります。でこのエピソードを踏まえた中で自分の自主性、ごめんなさい、主体性ですね、主体性とか多様性、共同性、これを将来像に向けてどのように生かしていく予定なのかということを説明していかなければいけないというのが志望理由書であったりとか自己推薦の中にまあ含まれる文言なんですね。これ前回のおさらいになりますけども、主体性、共同性、多様性が備わっていることを志望理由書、面接の中で説明する機会が、まあ、今まで以上に増えるかもしれません。で先ほどお伝えしたように国公立を中心に一般入試で主体性を評価するために志望理由書とか面接を課す、まあ、などの試験の、まあやり方っていうのが、まあ、見直されている大学が増えるというふうに予想されますので、現高校3年生よりも高校1年生とか高校2年生の方がこういったものがより多くなるというふうに予想されているということになりますね。これも前回のおさらいになりますけども、主体性っていうのはどういう意味でしたということですね。さっきの表で言うと、決まっていないことを自分の責任において決断し、目標に向けて行動を起こすこと。そのために、要は他者と協調しながら目標達成しようとすることができるというのが一番大きな括りの主体性という話をしました。で、まあ、それがここの部分なんですよね。本人の主体性ですね。はい。で、これも前回言いましたけども、主体性っていうのを違う言葉を置き換えるとどうなりますかというと、皆さんの身近な言葉で言うと、リーダーシップという言葉になります。ですね。で、このリーダーシップっていうものを、実際皆さんの生活に置き換えたときに、どんなテーマになってくるのかっていうと、まあ、一番多いのは、まあ、私が今志望留守とか見てる中でも、クラブ活動とか、まあ、学校自体の課外活動とか学校行事、こういったものを使われるケースの方がまあ多いかなっていうところですよね。で皆さんも多分こういうまあ経験をしている人が、まあ、志望理由書を書こうかなとか思っている人にまあ多いっていうことになってくると思うんですけども、ただ、まあ、今回ですね、まあ、これからの入試においては、
まあ、そういうことに関わらずですね、皆さんがどういう立ち位置で物事をまあ取り組んできたのかっていうところを報告しなければいけないっていうことが増えるかもしれません。なので自分の責任において決断し、目標に向けて行動を起こすこと、周りと協調しながら目標を達成させようとすることができるというところにリーダーシップ性というものがまあ、あるというふうに捉えてもらうと、話はまあ進めやすいんじゃないかなというふうに思います。これは必ずしも部長であったりとか副部長とか委員長でなければならないなんてことは当然ありません。自分自身をどういうふうな位置づけで捉えるのかで、その位置づけの中で自分が自主的にやっていったこと、それがどういう結果につながっていたのかというところを話していくことがまあいいんですけれども、まあ、一応言葉としてね、皆さんのイメージにつきやすいのはリーダーシップかなというふうにして書いてます。はい、でリーダーシップの例としてはどういう書き方をすることが多いかというと、集団における自分の立場から目標に向けてどのように動いて全体に働きかけたのかということをまあ説明することがリーダーシップの例としては多いですね。でまず目標を設定し、それに向けて取り組みをした結果、こういう顛末になりましたというところの書き方を主体性として使われるケースが多いかなというふうに思います。はい、で、まあ、位置関係これですよね。先ほど言ったとおり、これ何回も出しますけども、位置関係をちゃんと覚えた上でちょっと進めていきますね。はい、で次、さっきで要はまず目標とエピソードと結果っていうものを主体性の中で説明していかないといけないんだけども、その肉付けはってなってくるとですね、その中に共同性と多様性っていうものが必要になってきます。で共同性は違う言葉に置き換えるとコミュニケーション能力っていうことを使ったので、要はコミュニケーション能力で言うと、決められたルール、要は目標は決まりましたね。主体性の中で目標は決められてます。で決められたルールに従って行動する中で、自らの手間を惜しまず協力し、同じ目標のために各自の責任と役割を分担するなどを話し合える関係の構築ですね。これはまあリーダーシップでなくても自分の立ち位置からすることもできますよね。なので例えば自分にはもうどう考えてもリーダーシップはないと思っても、共同性からスタートすることだって当然できるわけですね。はい、で多様性、これも前回お話ししましたけども、これ相違能力ということになるので、要はグループにおいては習慣価値観による考えの違い方を受け入れ、他者の意見行動を認めた上で固定観念にとらわれない新しい創造ができる、これがまあ多様性という括りだったよね。でコミュニケーション能力であったりとか相違能力の例、考え方の違いを受け入れです、書き方ですよ、イメージの書き方のイメージですけども、考え方の違いを受け入れ、同じ目標に向けて進むため自らが積極的に行動し、各自が役割責任を持って行動できるように何度も協議を繰り返したという書き方が多いですね。でその結果、皆が納得した上で目標に向かって取り組むことができたということですね。まあ、当然リーダーであればこうやろうというところで何度も協議することがあるかもしれませんけども、必ずしもリーダーである必要はないですよね。なので自分がこういう目標に向けてってなった時には、この部分というのは当然使える部分になってくるので、要は自らが積極的に行動し、各自が役割を持って行動ができるように何度も協議を繰り返した、その結果みんなが納得した上で同じ目標に向かって取り組むことができるようになったというような持っていき方に結論を持っていくという書き方っていうのが比較的多いかなというイメージになってきます。はい、ですが先ほど言った目標、エピソード、結果っていう括りは今言った、まあ、2つのスライドで大体説明することができました。で最後ですね、で将来の目標に向けてっていうところです。将来像ですね、ただ大学というのはアドミッションポリシーというのが必ず大学学部によって設定されています。でこのアドミッションポリシーというのは学生の受け入れについてのことなので、どういう学生が欲しいのか、大学としてどういう学生が欲しいのか、学部としてどういう学生が欲しいのかっていうことが書かれているので、必ず自分が少なくとも志望理由書とか自己推薦書とか主体性とか共同性とか多様性を書かなければいけないってなった場合、いや、まあ、もしかしたら話さなければいけないってなった時には、このアドミッションポリシーというのに目を通しておくというのはもうマストです。で志望理由書っていうのは今後身につけたい能力、要は自分がその主体性多様性共同性で身につけた能力とは別に身につけたい能力、まあ、当然知識も含めますよ、が気学でしか学べない理由ですね。それは大学の学部学科だったりとか施設のことかもしれないし研究のことかもしれないんだけども、
器学でしか学べない理由っていうのが大前提にないと死亡理由書にならないです。ならないです。なのでこういったところをしっかりと調べなければいけません。何を調べないといけないか、死亡理由書を書かなければいけない人にとっては大学、学部、学科、施設、研究、そういったものを十分に確認した上で、要は自分自身が将来像に向けて身につけたい能力が気学でしか学べない理由を書かなければいけないです。で、自己推薦書っていうのはその一個手前になります。自己推薦書は現在身につけている能力をどのように大学生活に生かしたいのかです。なので先ほど言った主体性、多様性、共同性っていう部分で自分が持っているものっていうのはここに書くことができるということです。自己推薦書の中に書くことができるということですですね。これとは別に身につけたい能力がありますと。ただこれを身につけるために例えば忍耐力が必要なのか、勤勉さが必要なのか、もしくはコミュニケーション能力が必要なのか、それは違いますよね。それを要は持っているかどうかっていうのはここで語ることもできるというふうに覚えておいてもらったらいいんですね。なので大学というのはその身につけていないものを身につけるために行くというようなイメージで書かれるケースが多いんです。ただその身につけるために必要なもの、能力ですね、これを要は有しているということは自己推薦書の中で書くことができるという順番になるというイメージですね。なので、例えば学びの計画書っていうふうに例えば書かないといけないというふうになった時には身につけたい、まあ、ことが大学にあります、その中にはこういう苦労があると思うんだけども、自分が身につけたそのスキルを生かしたら十分にその、身につけたいことを学ぶことができる、取り組むことができるっていう説明になっていくわけですね。学びの報告書ってなってくると自分自身の要は経験、こちらの自己推薦書の方ですねの意味合いになってくるというふうに覚えておいてもらうと比較的書きやすいんじゃないかなというふうに思いますね。志望理由書と自己推薦書面接に関してですけれども、志望理由書、自己推薦書面接に関しては将来像に必要な能力の明確化、これがまあ絶対必要になってきますね。で次、自己推薦するものとして保有しているあなたの能力はですね、今現時点であなたを推薦するために持ってるあなた自身の能力って何ですかっていうこと、これをちゃんと考えておかなければいけないです。で、志望する大学学部のアドミッションポリシーとあなた自身の共通する強みって何ですか、ここリンクしますね、というようなところを踏まえて書いておいてもらうと、まあ面接であれ自己推薦書であれ志望理由書であれ十分に対応していくことができるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、こういったところに関してはね、いろんなところに相談することができると思います。なので学校に相談するのもよし、塾に相談するでもよし、まあ、そういったところで、ね、自分自身を客観的に判断したいとかいうときにはそういった人たちに協力を得ながら、まとめていってもらえれば、十分な内容が書けるんじゃないかなというふうに思います。